工学部機械工学科ロボットデザイン研究室の安藤博樹先生と川島貴博さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では安藤先生、早速ですがこちらの研究室について教えてください。はい、私たちの研究室は、ロボットを柔らかい部品で、作るための研究をしています。現在ほとんどの、ロボットは、たくさんの硬い部品から作られています。これは、いくつもの硬い部品を組み合わせて、作ると、その運動を、硬い部品を組み合わせることによって実現しているからです。しかし、たくさんの硬い部品を組み合わせますと構造が複雑になって、作るのが大変になったり、大きくなったり重たくなったりしてしまいます。私たちの研究室ではこのたくさんの硬い部品を組み合わせる代わりに、このような柔らかい部品をしなやかに変形させて運動を実現する柔軟機構という研究をしています。川島さんはどうしてこの研究室を選ばれたんでしょうか。はい、私がロボティクスを専攻しているということもあって、研究室でもロボットに関係したテーマっていうのを研究したいと考えていました。そこで安藤研究室はロボットを用いた実験だったりロボットの挙動のシミュレーションを行っていくことで、ロボットの機構だったり制御系の設計について研究を行っている研究室であり、私が希望していたロボットを用いた実験というのを行うことができるという点から興味を持ち、この研究室を希望しました。なるほど、ありがとうございます。それでは今回は実際に研究している内容の一部をご紹介いただけるということなんですが、どんな研究なんでしょうか。こちらの、2本の指のついた、ロボットハンドをご覧ください。こちらはですね、モーターがついておりまして、その回転運動を、たくさんの硬い部品で、伝達することによって指が動く構造になっています。で、このような、ロボットハンドのほとんどは、この硬い2本の2本以上の指ができていまして、この2本以上の指を、モーターなどの、動力をですね、たくさんの硬い部品で伝達するといった構造をしていますので、非常に、大きくて重くて複雑な構造になってしまいます。で、こちらがですね、私たちの研究室で開発しました、ロボットハンドになります。ちょっと大きさを、比べさせていただきますと、ちょっと見ていただいて分かるかと思いますけども、かなり、小型にできていると思います。で、こちらの、ロボットハンドなんですけども、この2本の指、ちょうどこのパーツになります、同じパーツになりますけども、このような、柔らかい柔軟な、構造のもので、指とそれから動力を伝える機構を一つの部品で、実現しています。で、こちらの指ですけども、ここに、動く原理を説明した、動画がありますけども、両端を固定して真ん中の部分を動かすと、指が開いたり閉じたりするといった構造になっています。で、こちらは、ものを掴んだ様子になります。四角が掴むもの、ね、そうですね、こちらのものを掴んでいる柔らかい部品が、大きく変形しながら、運動を行うといったものをですね、コンピューター上でシミュレーションするといった技術を、私たちの研究室で成功しています。それでは、実際にこちらの、ロボットが動く様子をご覧いただきたいと思います。じゃあ川島君お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。それでは実際にこちらの指を取り捨てたロボットを動かしてみたいと思います。はい、いきます。ものを左右に動かして移動しているということですね。はい、そうです。なんかこう思った以上にしなやかな動きというか、柔らかさが伝わるような動きでしたね。
川島さんも研究に携わられてるんですか？はい、そうですね。このフィンガーの部分、ここを自分が作っているということになってます。こう難しいところっていうのはどういうところなんでしょうか？そうですね、作る際に毎回同じもの、全く同じものというのができるわけではないので、必ず誤差というものが出てしまうので、その誤差っていうのをどうやって減らしていくかっていうのが課題になってます。まあ、こちらはまあそれなりに成功した形になりますけども、ちょっと今から彼の方で、まあ大きく揺れてしまう、まあ、柔らかいがゆえにですね、いいこともあるんですけども、ちょっと柔らかいがゆえに、まあ、良くない部分っていうのもあるのをちょっとご覧いただきたいと思います。はい、それではこちらの動画を流させていただきます。はい、はい、このようにですね、柔らかい指を用いてしまいますと、移動した際にこう揺れが生じてしまうことがあるんですね。この動画は先ほど動かしたこちらの指よりも柔らかいものを使っているので、揺れが大きく生じてしまっているということになっています。確かに先ほどはぴったり同じ場所に移動していましたが、こちらの動画だと同じ場所に置くまでに時間がかかっていそうな感じがしますね。そうです。まあ、実際にはこれだとちょっと実用上はかなり問題がある形になってしまう。で、これを揺れをまあどうやって抑えるかといったようなものですね、解析等を通して。で、実際に解析の様子を、こちらが解析の様子なんですが、ハイスピードカメラで撮影した映像のこのロボット本体のこことこの掴む対象ですね、こちらの角にそれぞれマーカーを取り付けて、このマーカーを追尾していくことで揺れというのを解析していきます。こちらのグラフが横が時間で、縦が水平の移動距離というのを表していまして、このように揺れというのを検知することによって、実際にこの指の部分が何ミリ揺れているのかっていうのを数値として計測することによって、この指の完成度というのを評価していくことになっています。さて、安藤先生、こうした研究のやりがいというのはどういったところなんでしょうか？そうですね、まあ、柔軟機構というのは、まあ、従来の、まあ、硬いたくさんの部品を組み合わせて作った機構と比べますと、構造が単純で小型で軽量で、あとはまあ一体構造ですので、まあ、組み立ての必要とかがないといったような、多くの利点があります。で、まあ、現在ロボット工学の分野では、その柔らかさといったものを積極的に利用して、新しい機能を生み出すソフトロボットという研究がですね、まあ、世界的に、最先端の研究として活発に行われています。まあ、我々の生活の中にですね、柔らかいロボットと一緒に生活できるような、そういったロボットにサポートしてもらえるような、将来、そんな未来を、この研究を通して実現できれば、実現したいなと考えています。私は先ほども紹介したんですが、こちらの指の部分を作っているんですが、やはりこの作成と性能の評価と、そして改善というセットをですね、回して繰り返していく中で、失敗を積み重ねて新しい改善案というのをどんどん考えていって、目標とする設計にですね、少しずつ近づいていくというところにやりがいを感じています。実験をしていく中で大変なこともあるとは思うんですが、自分自身が成長したなと感じる部分ってありますか？自分の研究というのを計画的に進めるためのスケジュール管理能力であったり、進捗報告をする際に、自分が伝えたいことを相手に伝えることができるようになるというプレゼンテーション能力という社会に出た後にも役立つスキルっていうものも学ぶことができていて、それが自分の成長につながっていると感じています。専門分野だけじゃなく総合的に成長しているということですね。はい、ありがとうございます。では最後に、現在ご覧になっている高校生の皆さんにお二人からメッセージをいただきます。まずは安藤先生、お願いいたします。はい、私たちの日常生活というのは、たくさんの機会に支えられています。皆さんの身の回りのものをですね、そういったいろんなものは、多くのほとんど、機械を使って作られています。で、機械工学といったものは、ものを品質よく作ったり性能をよく動かしたりするために必要なさまざまな技術が学べる学問です。機械を作ったり動かしたりすることに興味がある人には、ぜひ機械工学を学んでもらいたいと思います。
大学での4年間っていうのは本当にあっという間で、私自身これまでの大学生活を振り返ってみると、あの時にもっとこうしておけばよかったなと少し思うこともあります。なので皆さんが大学に入学した際には、ぜひ自分がやりたいことに積極的にチャレンジして、大学生活をより有意義なものにしていってください。安藤先生、川島さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。